すごく息子を感じられるので当日のままにしています。こんなことがあるなんてっていう、どうしていなくなってしまったのっていう、実際にお手をならないことをしてしまったことについてもすごく重い責任を感じていますし、うん、私の言葉が引き金になってしまったということは本当に先生にとって教育は何ですか？子供、私がこうできないことがこうできるような先生が力をつけさせられる教師になりたいと思っています。ひたすらに机を抜き叩いたり威嚇するような感じで成績には関係ない部分についても自分が立ちながら指導を受けていたので上から目線だなお前だったり、悲しい気持ちになってそれがもう異常な速度で広がっていったので、自分の中で何のために生きているんだろうというような考えになって、死に対する恐怖よりやはり学校に行ってまた怒られてしまうんじゃないかっていう焦りだったり異常な叱責に対する恐怖の方が大きかったので、状況に置かれてしまっても自分の頑張りが足りないんじゃないかとか、そっちの悪い方にばっかりなってしまうと思うんですよね。そういう時にちょっとでもうちの子のことが頭にあったらどっかに助けを求めていいんじゃないって、この先生おかしくないっていう風に
言えたらですね、うん、